スノーマン初週売り上げ86.9万枚で1位獲得男性アーティスト史上初の記録もアイドルグループスノーマンの最新シングルデンジャーホリックが12日発表のオリコン週間シングルランキングにて初週売り上げ86.9万枚で初登場1位を獲得した スノーマンはこれで2020年10月19日付のキッシン一重引用フミリップストーリーズから8作連続通算8作目の1位。また初週売上は86.9万枚でシングル初週売上810万枚超え作品数は3作連続通算6作に。男性アーティスト史上初となる通算6作目の初週売上810万枚超えを達成した。 なお連続初週売上後10万枚超え作品数は8作連続となり男性アーティスト史上初となる8作連続初週売上後10万枚超えも達成した。当記事はマイナビニュースの提供記事です。